はいどうも、白コリです。コンコリー。テムテム、続きをプレイしていきます。それではですね、初等技界の名題として、シパンクに飛びましょう。シパンクでの任務があるんだよ。ああ、船長から聞きました。この船は今や初等技界の船なのだと、すごいことですよ。燃料を再供給したし、トゥクマの衛兵隊とレジスタンスの戦士たちもいる。ベルソートに戦いを挑む時です。うん、これでベルソート派を終わらせる。もちろん、岸和に自由を、初等技界万歳、ベルソート派を倒せ。シパンクへ。よろしくお願いします。一体どんなところなんでしょうか。あ、アディア・テュレイとこの人もいますね。で、どんな作戦なんだい？できるだけ早くシパンクに到着して、その後は？聞く相手を間違えておるぞ。白コリの決めたことだ。本当かい？あんたは道場師範だろ？それがただのテイマーの命令に従ってるってのかい？白コリはただのテイマーじゃない。初等技界の特別代理人だ。それに命令に従っているというのも違う。ベルソート派を倒すためにやるべきことをやっているだけだ。そうかい。でもあいつは私のボスじゃない。しかもあいつ、チケット代も払ってないんだよ。それは初等技界の人に請求してくださいよ。私に言われても。船長。実際、デニーツで拾ったただの子供だ。ティハニーが自分のチケットをやったもんだから、それでいきなり。もういいだろ、アディ。何度も繰り返すもんじゃないぜ。アディアだよ。その名前で呼ぶなってんだ。まったく。それに、白コリは今や、特別代理人白コリだ。船長、ところで、あいつはまだ寝てるのか？白子に朝弱いから。ああ、やっとゆっくり休めた。ずっとね、戦い詰めでしたもんね。もうシパンクに着いたかな。きっと大変な任務だ。でもやらないと、ベルソート派との戦いはまだ終わってない。奴らの本拠地を見つけるまでは、まだ。よし、もう起きよう。また逃げられる前に、岩場で、あの、テロボスに追いつかないと。はーい。では、行きましょうか。ずいぶんいい部屋に案内されたんですね。すごー。では、上に、船長に話しに行く。ああ、おはようさん。初等技界特別代理人白子里様。お早いお目覚めたこと。なんでそんなに嫌味言ってくんの？どうしたのアディア。三流探偵さんがイライラさせてくれるよ。ふっ。この。で、白子里と俺はレディーロッティの日記で気になる記述を見つけたんだ。岩場という場所のことさ。ベルソート派の空飛ぶ要塞がそこに向かっているらしい。ああ、岩場なら知ってる。町の南のほとんど誰も行かないような場所だ。白子里、あんたの考えは？とりあえず、どうなんだろう。一人で行くよ。いい考えだ。飛行船ターミナルにも近いし、ベルソートは絶対に監視役を配置するだろう。奴らを攻撃する前に動揺させたくないからな。その間、私は道場に行き、テイマー全員を呼び集めよう。テロボスが見つかり次第、総力を持ってその場所を奪取する。今回は必ずテロボスを占拠しなくては。さもないと、またすぐに第二の岸和が現実になる。そして、お前たち二人がそっちに対処している間、俺は。笹谷博士、ラボでテムテムが消えたと言っていたな。ああ、優秀なデジタル系テムテムが南東ラボから消えてる。そのほとんどが、それから二度とお目にかかれていない。ただ、他は自然界で姿を現し始めてる。チパンクの周りでな。何が起こっているのかはわからないが、情けない話だ。仕事のようだな。俺は南東ラボに行ってデジタル系テムテムの行方を調査してみよう。その方が効率的だろ。あんたたちみたいな若造が大活躍している間、私はここで指くわえて見てるよ。ただのアホな船長だからね、私は。船長にもすごく助けられてるよ。はいはい、ありがとうさん。たまにはねぎらいの言葉が欲しいもんだね。5本。そろそろ、ネオエドだ。準備ができたらいいな。停留準備を開始する。
ネオな江戸ってことかな。ネオ江戸、どんな場所か楽しみ。計画を思い出せ。お前は岩場に行き、俺は南東ラボへ向かう。アリアがカルロスのことを気に入りそう。いや、相棒。いや、断じて嫌だ。そっか、嫌なの。急がなくてはならないのが残念だな。すべてが片付いたら、改めてシパンクを訪ねてきてくれ。その時は私が案内しよう。部下も喜ぶだろうさ。ぜひそうするよ。取引成立だな。いや、観光したいですね。そっちが楽しみ。あとどれくらいなんて聞くんじゃないよ。あとどれくらい？いつまで経っても付き合いしないよ。私の命令を伝えないことにはね。さあ、サボってないで仕事しな。機関室に伝えに行くんだ。ここだっけ？いらっしゃった。やあ、シロコリ。こんなに早く再会できるとは思わなかったわ。特まで色々あったのに、お礼を言ったかどうかも覚えてないの。何もかもがあやふやで。これが終わったら、あなたとケマルをクエザルの酒場に連れて行ってあげるわ。私のおごりでね。さて、今度はお兄さんを。あら、シロコリ。ごめんね、集中してた。何か用？船長がもっと出力が必要だって。ああ、わかってるわ。正直なところ、特まで調整したエンジンは微妙なのよね。何ヶ月もかけて吸気バルブと圧力調整器をいじってあったのに、それが全部パー。今じゃ全部まっさら初期状態なんだもの。だから申し訳ないけど、なんとかして水力を上げようとしているところよ。温暖気流にぶち当たったら困っちゃうからね。この時期の温暖気流はとっても強烈で、私たちにはちょっと荷が重いから。大丈夫？集中できてないみたいだけど。私が？ほっといて。私は大丈夫。これくらい寝てたってできるわ。だから。いえ、あなたに対してごまかしても仕方ないわよね。実は少し、イゼルとは会った？この船に乗ってるの？ええ、そうなのよ。いきなり乗るって言い出して、危険すぎるって言ったんだけど、どうしてもって言うから、彼女ですよね。妻だっけ？ともかく、任務のせいでストレスが溜まってるし、彼女がここにいるせいで、危険な目に遭わせる可能性だってあるし、それに、心配なことが色々あるんだ。同じ屋根の下で暮らすことに慣れてないのよ。屋根でもデッキでも何でもいいけど、長い間、離れて暮らしていることに慣れてしまっていて、誤解しないでね、幸せではあるのよ。でも、これがうまくいくかどうかわからないの。彼女はすぐ下にいるのに、会う時間を避けないのよ。気持ち悪いわ。うまくいくよ、絶対。親切にありがとう。でもわからないの。台無しにしてないといいんだけど。ちょっと様子を見てきてもらえない？時間があればでいいんだけど、彼女はあなたのことを気に入ってるから。もし、なんていうか、もし大丈夫そうなら、いえ、気にしないで。様子を見てくるよ、心配しないで。ありがとう、シロコリ。今日はどうにも調子が悪いけど、気を取り直して頑張るわ。見てきてやろうじゃないの。まあ、そんだけね、思ってるってことなんでしょうけど。お、たくさんいる、プレイヤーが。話しかけよう。シロコリ、あなたが乗っているとは思わなかった。イゼル、ここで何してるの？あはは、まあ信じられないわよね。でもね、こんなことがあったから、自分がいかに短い時間しかオクトラナと過ごしていなかったか、そしてこの船の船員として走り回っている彼女がいかに危険かに気づいたのよ。だから私も一緒にナーワル号に乗ろうと思ったの。見習いの客室係としてね。ここで働き始めたんだ。へえ。こうして私が忙しく働いているおかげで、あのアグスティンはようやく休みが取れたってわけ。それじゃあ今は船員なんだ。まあ今のところはどちらかというと居候のようなものだけどね。でも自分の力で生きていく方法を見つけたいのよ。オクトラナは何て言ってた？多分喜んでくれてるんじゃない？多分ね。まあちょっと複雑な心境っぽかったですけどね。そうに決まってるよ。今はどうなのか様子見しているところなの。今のところうまくお互いの居場所を見つけているわ。でもまだ日が浅いからね。あんまり絶対って言いたくないですよね。絶対なんてないもん。うまくいくといいね。
ええ、ありがとう。アリアはなんて言ってた？正直言って驚いたわ。真面目な人だから船から追い出されるかと思ったけど、妻と一緒にいたい、生きていくためにどんな仕事でもするって話したら、分かったノリな、陸暮らしとだけ目に涙を浮かべながらね。結構熱い人だからね。アリアの目にも涙？いや、そういう情に熱いところがあるよね。隠してたけどね。何か手伝えることはない？ありがとう。でも大丈夫。ちょっと退屈ってだけ。実はシパンクに着くまで何もすることがないのよね。みんなあなたが強いテーマだと言ってるけど、その腕前を見せてくれない？いいよ、やろう。いいわね。デッキに行きましょう。そこならスペースは十分あるから。テイマーなんですね。知らんかった、イゼルさん。おー。ちょっと、収録久しぶりなんだけど、覚えてるかな？プラティマスとムシュックか。毒ですね。毒だ、毒だ。毒には、ま、風のボラレンドにして、あ、BGM がさ、ちょっと和風な感じになってません？こっちも入れ替えで、テンタルにしようかな？スカンチ交代テンタル、プラティマス交代ボラレンド。頼んだ。うん。うん、結構痛い。さて、では、吹雪。吹雪って名前なったっけ？まあいいや。じゃあ、プラティマス。どうする？倒せると思う？倒せるかな？テンタルはムシュックの方に。オラレンド攻撃するね。オッケー。惜しい。うん、オッケーオッケー、ナイス。倒せましたね。お次は、トゥーバイン。トゥーバイン。クリスタルですよね。そうか。ウィンドブレードでプラティマス。クリスタル相手か。じゃあ、格闘のスカンチを出しましょうかね。テンタル戻ってもろって、スカンチ。うん。オッケーナイス。プラティマス撃破。ミュクスか。こっちもクリスタルね。ボラレンドをマドラビットに交代して、ファイト打ちで、ミュクス。ミュクスってさ、なんか、ターゲット変える特性持ってなかった？一発じゃ、あ、そうか、ミュクスは精神持ってるから、あんま効かんかったわ。そうだな。泥浴び。ミュクスに攻撃できるかな？もうあとこの2体ね。眠れる魂、トゥーバインいっちゃおう。あ、やっぱ使ってきたね。眠れる魂使わなくてよかったじゃん。いやー、スカンチ先に攻撃してほしかったな。オッケー、ナイス。うん。大丈夫。で、泥浴び。鉄槌打ち。やっぱちょっと名前、技の名前変わってますね。正式リリース。あ、そう、正式リリースおめでとうございます。今日収録してるのがね、9月8日。ただこの動画が公開されるのはかなり後になると思いますが、正式リリースおめでとうございます。さすがね、すごい動きだった。ほら、あんたたちここで何してる？今すぐどっか行きな。
この船を何だと思ってんだい？怒られちゃった。勝手に戦ったからね。あはは、ふう、一息つかせて。ねえ、あの船長の顔見た？あんなに怒っているところは初めて見たわ。楽しかったよ。ここで働きたいなら、あんな風に怒らせない方がいいのかもね。ありがとう、白子り。私も楽しかったわ。あなたにはやることがあるだろうから、そろそろお開きね。うん。これでいいのかな？ナーマル号に十分動力があるか確認する。これでいいのか？船長。あんたがデッキでテムテムで遊んでいたのを見てないとでも思ったかい？ベルソーと派との戦いの練習をしないといけないんだ。私の船でやるんじゃないよ。それはそう。確かにスピードは上がったが、温度のせいで高度が上がりすぎて、下げるのに時間がかかっちまうね。航路変更だ。ケマルに伝えな。熱気を避けた新しい航路を取る。多少の遠回りにはなるが、その方が早い。了解です、船長。ああ、せっせと働きな。わかった。ケマルと話すの久しぶりじゃない？話したっけ？うわ、すごいみんなが群がってる。船長が他に何か必要としていたら教えてくれ。船長が暖かい気流を避けて進みたいって。そうだろうな。このルートを通るには時期が悪いんだ。こんなに重い荷物をこんなに早くとなるとなおさらだ。あの気流はまるで大底からまっすぐに吹き上がる熱風の柱さ。パイロットにとっては悪夢みたいなもんだろうな。よし、お前の勉強にもなるぞ。暖かい気流を避ける必要がある。ここと、ここと、ここだ。コースの予測はどうなる？ここを通ってから、この二つの間を通って、この流れの下をくぐるとか。アステリオン、見習い？いいぞ、見たか、白子り。船長がこれを見たら、すぐにこのことを交代させられそうだ。よし、ちょっと修正してみよう。この軌道では機体が重すぎるし、このポイントを避けるのが最適。だいたいこんな感じだな。2、3時間はかかるだろうが、まっすぐ進んで、明日までこの気流と戦うよりはマシだ。ありがとう、船長に持っていくよ。ああ。シパンクでは全てがうまくいくことを願ってるよ。ベルソート派を叩き潰すのもいいが、気をつけろよ。すまない、白子り。時間はあるか？うん。どうせデッキに行くなら、テムテムバトルをしないか？アリアに殺されるよ。ああ、でも大丈夫だ。カルロスに船長の相手をしてもらう。あいつなら船長をイライラさせるのはお手のものだ。俺はな、ナンガでのあの経験が忘れられない。この件が終わったら少し休みを取って本格的にテイマーになろうと思っている。だからちょっとテムテムを教えてくれないか。でも副船長は続けながらってこと？テイマーになるって。そっか、やっぱりテムテムお好きなんですね。はい、やりましょう。前に戦った時と戦ったよね。前メンツ同じ。私回復してない気がする。ウォーターブレードでライゼ、砂かけライゼ行ってこう。うむ、ナイス。とりあえず1体。いや、こんなに2戦もすると思ってなかった。大丈夫。ムフランクはノーマルなので、カラビスよね。カラビスボラレンドに交代して、そしてスカンチはテンタルかな。あれ、中立って、中立に精神効くよね。オッケー。あ、そっちに来る。あ、テンタル、テンタル、テンタル、ちょ、吹雪で、いや、どうだ、テンタル毒でやられちゃうかな。待って待って。いや、しかし、吹雪、カラビス、ちょっと頑張って、サイコサージでムフランク。カラビス倒しておきたいよね。
や、毒。10% 削られるとしたら、倒れるか。うん、ナイス。ナイステントル。あー、やっぱり。多分 10% 削られるんですよね。あー、ボラレンド、ナイスレベルアップ。あ、次の相手がわからない。どうしよう。ネスラ出してく？お次は、ジーザレと、トゥーロック。ロック。トゥーはいい。何形態かあるんですね。ジーザレですか。ジーザレか。スカンチに交代しといて、ロック。ロック。ロックか。プラティマスにするか。ね。頼む、スカンチ。いやー、プラティマスにしときゃよかったな。うん、大丈夫。あー、こめかみグリグリはい、 OK。 では配当打ちで、トゥーロック、ウォーターブレードでジーザレ眠っといてもろて。うん、倒せるね。ナイスナイス。トゥーロックが一番強い子なんだ。それでは鉄槌打ちとウォーターブレードで。ナイス、強いね。よしよし。オムニネシア以降随分と上達したもんだな。一体どうやったんだ？少し教えてくれ。マシュー、あんたもか。いい加減にしなよ。おっと、いかん。逃げろ、逃げろ。楽しそう。うう、明日も命があればいいが。マシューが言い出したんだからね。そうだな。仕事が終わるまではおとなしくしておこう。怒られたのかな、アディアさんに。アディアと話す。また私まで怒られんじゃんね。さて。停留準備開始だ。私の船で遊ぶのは終わったか？よし、シパンクへ上陸。やっと着きましたね。よっしゃ。どんなところなのかすごく楽しみ。ネオ、江戸？サイバーの雰囲気の和風な感じっぽいですよね。あの、博士見ると。やってきました。あら、なんか可愛い子がいた。ネオエド初頭のテクノロジーのメッカ。あー、いいじゃないですか。さあ行きな。いわばみなみな急ぐんだよ、特別代理人。はい、わかりました。こんにちは、白子り。いつか僕は立派なパイロットになるんだ。そしたら一緒に大冒険しようね。おー、待ってるぜ、成長を。君の、あ、すごい、カクつく。ちょっと新しいワールドに入ったばかりですからね。ネオエド飛行船ターミナル。こんにちは。シパンクは初めて？この華やかな島にようこそ。今はちょっとごたごたしているかもしれないけど、訪問者さんはいつでも歓迎よ。街について教えて。ネオエドは初頭で最も進んだ場所よ。有名な研究機関、南東ラボのおかげでね。大人気のデジタル系テムテムはここで開発されて有名な道場に送られているの。この街には大人気ゲームメーカー、クリーマも有名な漫画スタジオもあるわよ。これ、開発さんですよね。開発さんの名前だ。ここネオエドではポップカルチャーの発信がとても活発なの。もう少し落ち着きたければ温泉島が街の西にあってね。ここは天然温泉が湧いているからお餅とお茶をいただきながらゆっくり疲れを癒せるわ。いやー、ずいぶんいいとこ。温泉行きたいですね。シパンクの他の場所について教えて。もちろん、どの話が聞きたい？水田地帯。ネオエドはサイバーな感じだけど、東部では伝統的なシパンクを楽しめるの。
ここや他の島にもお米を供給している水田を散歩してみるのもいいかもね。ゆっくりと時間が流れてくる気がしてくるわよ。旅の締めくくりには旅館で伝統のシパンク料理をどうぞ。シパンク最古のお宿でお米を使った料理やお漬物、島で一番のお酒が楽しめるわよ。すごい。旅館あるんですか？見てみたいですね。宮古村。宮古村には初頭最古の神殿があるの。シパンクで最も古い建造物よ。足を歩くとしんと静まり返った空気の中、神官の祝詞が聞こえてきてすごく風流よ。ただし神官と大神官様への敬意を忘れないでね。神殿には独自のしきたりがあって、訪問者さんといえどもそれを尊重してほしいの。それと聖なる泉には巡礼者のみ立ち入り可能になってるわ。大神官様からの許可なしには入れないから注意してね。どこも過ごそう。ありがとう。いやー、着きましたね。マップ。あ、それなりに広い。じゃあもう、とりあえずここ自由に行動して、観光しつつも、南、ここなのかな？この下に行くのかな？この先、岩場自然保護区。過度のテイミングは避け、お子様から目を離さないでください。何？道場師範笹谷博士より、あなたに道を教えろと仰せつかっています。岩場は南です。お急ぎを。我々もテイマーが集まり次第追いかけます。あ、そう、回復に行きたいなって思ったんだけど回復下にあるかな。それでは今回は一旦ここで区切りたいと思います。次回このシパンクで岩場に向かい、空飛ぶ砦を見つけるやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。